やさぐれ酒場始まりました。おゲストです。どうも私です。カズレーザーさん、お願いします。カズレーザーさんですね。あ、ナツさんとメイプル超合金結成したカズさんからですよね。そう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 、そうですよ ね、 すかね。まあ10年いかないぐらい、9年ぐらいです。でも俺ピンでずっとやってて、やっぱぶっちゃくちゃ滑ってたから。そうなんですか、まあ、その時代知らないもんな。全然ウケないし、な、芸人もほとんどやってないようなもんだったんですよ。で金もないし、でも働くの嫌いじゃん、うん、働くの嫌いですよね、カズさん。でも芸人好きだからライブには行きたいんですよ、うんうんうん、だから出番もないのにピースって楽屋行くとか。そんなことやってたら売れるわけもないじゃん、ネタ作ってるのよ。そうですね。でそれやべえなっつって、結構可愛がってくれてたマネージャーが、なんかお前このままだとやばいぞと言ってくれて、でナッツさん別のコンビ組んでそれ解散して、でナッツと組んだらどうだって言ってくれて、まあ一応誘ってみようと思って、うんうん、誘ってよって組んでもらってって感じ。へえ、うん、最初断られてたんですよね、ナッツさん。まあ断られた。いや、なんか何も見えないって言われて。いやいや、それはこっちもですよ、お互い様じゃないですか。お互い様なんですよ、それは。こっちもですよ、じゃないの。わかります、わかります、はいはいはい。で、ごまかして、で、組んでもらってみたいな。いやー、トントンでしたね。意外と早かったかもしれないですね。早いですよね。メイプルさんが M1 のファイナリストっていう感じしないですよね、一番、なんだろう。誰も覚えてないでしょ。はい。うん、覚えてない。だから M1 のファイナリスト、この前の M1 のファイナリストですっていう若手と会うと緊張するもん。うわ、ファイナリストだ。面白いやつ来た。ワンゴンのがでも調子いいでしょ、組んでから。すぐじゃない。そうです、2年目ぐらいからは。そうよね。全然決勝とかは全然行ってないですけど、でも M1 のギャオからだと思います。あー、そのパターンね、はい、うん。一時さ、やっぱネタをギャオとか動画として流されるのが困るみたいな風潮がやっぱあったけど、はい、上で受けなくなるからみたいな。でもそんなことやっぱないね。やっぱこんだけで面白いネタが100万再生、200万再生とか、なんならもう M1 の優勝ネタなんか1000万再生近くされるじゃん。はい、うんうん。でもそれをメディアでまたやってもウケるじゃん。面白いネタってやっぱウケるんだね。ウケますね。芸人がミュージシャンのことを、ミュージシャンっていいですよね、1個売れた曲があったらその曲をもう1回やっても盛り上がるじゃないですか。ネタは違いますもんねみたいなこと言うけど、全然そんなことないね。本当に疲れてたら、うん、同じネタやってもあの時見たネタは十分盛り上がるんだね。そう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 、うん、だからネタが動画で流れてることをぶつくさ言ってるやつは、あのそうじゃなくて普通に面白くないから落ちてるんだと思う。あれ言い訳にしてるやつら一番ダサいよね。あー、今年売れる人、どうだろう、あ、どうだろうな、内村照良さん。いやこれ以上どうなるって言うんだい。外せないかなと思いますね。まあ外せないですよね。多分ね、あの本当画面で見る機会すごい多いと思います。間違いない。これ以上。まだまだ売れようとしてんですね。そして内村さんも。実はまだまだ行こうとして。いや、内村さんってそういうのが全くないけど、うん、本気出したらどれぐらい売れるのかな。今は本気なのか。いや、わかんない。松本さんとかって昔よりもなんか我々に寄せてきてくれてると思うのよ。ああ、そんな感じします。もっとね、めちゃめちゃ尖ったりした時代を聞くじゃない。でも今ってすごい優しいというか、はい、なんか若手とも接点あるし、はい、しかもなんか自分をいじらせるような笑いもするじゃない。うん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 。内村さんってそういうのもよく分かんないというか。内村さん分かんないですね。マジで分かんなくない。内村サマーズとか出させてもらう時、うん、内村さん4言ぐらいしか喋ってない。ああ、ニコニコしてるんですよ、うんうん、ずっとニコニコ。でもそれでもおもろくなるんですよ、内村様とか。内村さんってすごいよね。トップオイルでもトッパーか違うしか言ってないのに、ね、しか言ってないのよ、現場でも。なんならでもめちゃめちゃ面白いんじゃない、それが。そうなんですよ、全部笑ってるし。内村さんすごいんだよな。南原さんもそう、なんかもう超楽しくなっちゃうんだよね、一緒にいると。南原さんは本当に純粋な少年みたいな感じですもんね。一回ネタパレでヒコロヒーさんとコラボのネタしたんですよ、うん、でその後南原さんがスタッフさんに、ヒコロヒーとみゆきちゃんのやつおもろかったからもう一回やってよって言ったらしくて、スポンサーのなんか社長の息子が見学にしてしに来たぐらいの感覚。これ面白かったからもう一回見たい。
南原さんも好きだな。南原さん好き。あ、じゃあ内村てりおさんと南原清隆さんだね。この二人。誰だろうね。あの俺個人的に今ずっと注目してるのがあの三平師匠。あのね、三平師匠がすっごい面白いのよ。インスタとかそういう SNS 系で若い子がライブ配信してるとゲストでたまに来んのよ。すっげー暗い顔で来んのよ。その配信が超面白いよ。この人何やってんだろう。笑点クビになって何やってんだろう。めっちゃ面白いよそれ。みんな全然楽しそうではないんですよね、師匠は。本当に裏ぶれたおじさんとして来てる。本当にやばそうな顔で来んのよ。自ら来てんですよね。いやあれが俺な、目的が全く分かんないよ。三平師匠にこれをやったら面白いですよ、やって1年ぐらい続けましょうって言ってる作家さんがいたらめちゃめちゃセンスあると思う。むちゃくちゃ面白いなって思う。これなんかしばらく続けて実はこうだったんですって後から提示されたら全部やられたなって思うよ。でもその配信自体は全然面白くないの。話も全然盛り上がってないマジで。これめっちゃ気になる。だからもう目離せないの。若手でも面白い人いっぱいいるでしょ。もうピンクさんとか。ピンクさんね、町浦ピンクさん、まあ、同期か先輩ぐらいだけど町浦ピンクさんはまあ売れるでしょ。うん、この前もバナナマンの日村さんがカズが言ってる芸人あれ何面白すぎるじゃん、うん、絶対売れるじゃんあんなのってマジで褒めててすっごい嬉しかったね。やっぱピンクさんでもねこういう感じでなんかメディア出るたびに芸人が面白いっていうだけで多少分かんなかったなみたいなコメントとかが出がちなんだけど、はい、かわいそうだなって思う。この面白さわかんねえんだ、うん、何のためにこいつ長生きしてんだろうと思う。こいつがね、うん、いやめっちゃ面白いからね。どう考えても面白いよね。い本当に面白い。あとは、ま、なんだろうね、キューグさんとか。あ、キューさん、キューさん面白いし、はい、弟子だけどフランスピアノやっぱ面白いのよ。フランスピアノはねネタ面白いんだ、ね、カズさんの弟子。弟子なのよ中川くんの方が。弟子になったきっかけって番組のやつなんかね、ロンハーかな、ドッキリかけられてて、はい、弟子になりたいですって言われたから弟子取っちゃったの俺。バカだな、バカみたいなきっかけすぎた。弟子取っちゃったら間違って。でもなんか面白い、ネタマジで面白い。ネタ面白いですね、うん、ちゃんとしてるし。いや面白い人ばっかじゃない今。パンプキンポテトフライ面白いし、パンプキンポテトフライ面白い、ヤーレンズさんとか。いやそうね、一回出てメディア出て大丈夫ですってなったらもうあれをやればずっと受けるから、うん、そうなんですよ。ずっとね出続けられるんだけどね。ヤーレンズさん面白いね。面白い人ばっかだよやっぱ周りね。俺らが一緒にやってきて我々が食えてるってことは多分違う人が同じところに入っていいはずなんだよね、うんうんうん、みんな売れんじゃない。やめなきゃいいだけだよね。やめなきゃいいだけですね。タイガさんが食えるようになってんだから大丈夫だろ。、うん、ナダルさんが俺は一番好きですね。なんかあれより面白い人もういないんじゃないかってぐらい面白いです。でも最強じゃないですか。もう最強、うん、でもナダルさんになろうと思ってなれないですね。なれない。なんか見たことない食材みたいな。でもこれ使うのとなったらもうメインにしざるを得ないというか、付け合わせで入れても全部もう味をぐちゃぐちゃにしちゃうから、うん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 、やっぱナダルさん本当に面白いと思います。それでもその生活したらしたら大変だと思いますけどね。 100% 出してないってなったらすぐバレるじゃないですか、ああいう芸風って、はいはいはい、手抜いたらもう一瞬でバレるから。この芸風は手抜いても意外とバレないから楽は楽、マジで楽なんです。うーん、だから本当脱力タイムズとかは頑張らせてもらうけどそれぐらいじゃない。おー、共演したい芸能人、共演したい、まあ、ビリー・アイリッシュでしょまず。ビリー・アイリッシュだ な一番ビリー・アイリッシュかな。あ、キンちゃんとか会いたいですね。あ、そう、はい、一回見てみたい。で別に、逆に共演してないの。してない、してしました。俺はだって何回も飲んだことあるよ。キンちゃんですよ、うん、鬼越えの。いやもうめちゃくちゃ飲むよ。間違えるんだよなこの人。なんで超、いやなんで、逆にないの。金ちゃんとは何回も飲んだことありますよ。いやあるじゃない。違う萩原の方の。萩原、違う、萩本だろ。萩原を流れしかいねえだろ。萩本の方ね、はい、でもまあ確かに面白そうだよね。共演してない人、俺ずっとマツコさんとね仕事したことないのよ。
あ、そうですか。なんかいろんなところで会ったりするし、はい、すごい話しかけてもらって優しくしてもらうんだけど、お仕事の現場ないんですよ。マツコさんと仕事したいなって思う。マツコさんってめっちゃ喋りかけてくれますよね、うん、すごいよね、あの人。でマジでいろんな人チェックしてるよね。テレビめっちゃ見てるんですかね。めっちゃ見てると思う。めっちゃ見てるし、ね、テレビ以外のメディアもめっちゃチェックしてるね。マツコさんとか有吉さんとか、あんだけ忙しくてかつ自分の時間でいろんなものチェックするじゃん、はい、で話のいろんな新しいものをちゃんと知ってるじゃん。どういう生活してるのあれ。もう有田さんなんて全番組見てますもんね。アリジネ内では有田さんは家の中に18個テレビがあるっていう。18個そんなにあったっけ。全番組見てないと意味が分かんないぐらい。18個だったら山形さくらんぼテレビとかも映せないと超ずりが合わないよ。そうですよ、そうですよ。1個はギャオとか QVC とかギャオとかされてるの。QVC とかアンミカしか出てないすげえな、それやってんだ。ギャオ、あ、でもタカジンさんはそうだったっていうからね。タカジンさんはもういろんなもうモニターいっぱい出していろんな曲ずっと見れるようにしてたらしいよ。すごいよね。進路すげえ減ってるね。でも最初からこんぐらいなかったですよ。それは当たり前のやつで。いやすげえね俺全然減ってねえわ、恥ずかしいな変わんないよね、こういうのじゃやっぱ。まあでも酔ってる自負はありますか。酔ってる感じするけど、でも、はい、ベースがなんか結構バシバシ言うじゃん。おー喜怒哀楽のどれ。あー、うん、喜怒哀楽で言ったら疑問天下取る芸人、マジで言うといない。メディアのセンターにいる人って考えたら分かんないけど、ヒカキンさんであったりとか純也さんとか違うジャンルの人かもしれないし、芸人が天下取ってた時代の方がテレビメディアの時代の中でもごく一部なんで、一時だけなんですよ。みんなありもしないものを追い求めてるんだろうなって思います。ずっと南原さんですね。じゃあ、いやそうだ、南原さんは楽しそうだもん、ずっと。いやそれでしょ結局。天下で言ったら南原さんですよ、うん、一番楽しそうにしてる人が一番強いよ、うん、南原さんが一番、うん、なんじゃになりたいもん。南原さんになりたいですよね。俺マジでなりたいからね。仕事がもうマジで楽しいんだと思う。で好きなんだよね、ああいう現場が。憧れるね。南原さんと所さんかな、俺憧れるの。所さんも。所さんはめちゃくちゃかっこいい。結構所さんの番組呼んでもらうんだけど、美味しくないものマジで美味しくなさそうに美味しくないって思う。使いようがねえだろっていうその。本当？ああ。合わない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 っていうあの感じすげえな。それをずっと変えてないじゃない。そうですね。 それがかっこいいなって思うし、番組呼んでもらって一緒になるといろんなものくれるのよ、うん、本当に捨てていいからねっつってくれて、本当に捨てても多分怒んないんだよね所さんって。うーん、まあ、これあんま好きじゃないなって捨てたとしても絶対に怒んないで、だからこそもらったものがめっちゃ俺が欲しかったものなんだよ。へえ、捨てれるもんなら捨ててごらんぐらいの感じは絶対あるんだよ。丸見え出させてもらった時も、うん、一応楽屋挨拶行かせてもらったんですけど、うん、T シャツを作ったからさっつって、そう、だいぶ遠い距離からバンっておう、あんなもんさ、所さんがデザインした T シャツですって売れや満タンに売れるわけじゃん。そうですよ。それをやらないんだよね。この前も座布団作ったんだよっつって座布団くれたのよ。いやなんかこのね表面のこのねやつがすごい良くてこだわって作ったんだよ。めちゃめちゃこだわって作ってるのを身内だけにしか知らせないっていうこの贅沢本当に作りたいって思ったから作っただけで、作ったからもうはい満足しました、それ以上は別に求めてないですっていう感じ。かっこいいんだよね。かっこいい。だから所さんはやっぱカリスマじゃん。本当のいろんな広い世代のカリスマだから、未だに家に急に僕すごいジーパン作ったんでこれを所さんに履いてほしいんですっていうやばいやつが来るらしいのよ。ピンポンピンポンって来て、それを普通に所さん出てって、おおそうなんだって履いてみて、僕合わないなとか、いや対応しちゃいけないとか普通に言うらしいの。少年ですね。少年、本当に楽しいことをしたい。うん、
かっこいいよね、あれやられちゃうと。所さんかっこいい、うん、カズさんに憧れてサンミュージック入ってきましたみたいな。いない、そんなやつはいない。もしいたらお前向いてねえよっていう。バカなてめえは。何のためにこの世界入ったんだって言うよ。